はい、皆さんこんにちは、赤山修です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日は皆さんのね、目前にこのニコン ZF をね持ち出してきましたけど、この ZF にですね、今これね、本当に出るかどうかは分かりませんけれどもね、噂で ZF のスペシャルエディションっていうのがね、まあ、出るかもしれないっていうね、ネタがですね最近ネットで出回ってましてね、で私もですね、ああそれが本当だったらいいなーだなんて思ってですね、今回の動画を、ね、撮りたいと思って、始めました。でこのですね ZF なんですけど、今使って、そうですね、去年の年末に買ったのかな。まあ毎日毎日ね持ち歩いて撮ってるわけじゃないんですけど、もう気に入ってましてね。でこれは本当に佇まいがですね、見た目がフィルムカメラのね、私が好きなニコン F3 とかね F2 とかのようなね、感じのねお見た目なんで、このシャッタースピードダイヤルなんかね、もうもろそうですよね。もう昔の手巻きのですねニコン F3 とか F2 とかと同じような感じでですね、すごくこの外観のですねデザインが気に入ってですね使ってるんですね。でこれをですね、まあ、改めてじゃあスペシャルエディションが出るとしたらね、どんなものがいいのかってことをですね、まあ、皆さんにもですねコメントいただいて、また話がねできたらいいなっていうふうに思うんですけどね。でこのニコン ZF ですけれどもね、まあ、うちにはですねニコン FM2 がないので、ね、このですね ZF は FM2 をですねモチーフにしたというふうにね、まあ、言われてますけどね。まあ、ただ私はこのグリップ、ね、このですね左軍艦部前のですね、まあ、ニコンはですねこの正面から見て向かって左側が 左、軍艦部で、向かって右側が右軍艦部っていうふうに言いましてですね、カメラを覗いてる側からの方向ではないようです。まあちょっと、ね、余談でした。でそれでね、このですね左ね軍艦部側のですねボディのこの握りがですね、これが出っ張ってますよね。でこれがニコン F3 とねそっくりなんですよね。はい、ニコン F3 です、ね、三角リングがね出てるんでちょっと分かりにくいですからね、三角リングを倒しますよ。はい、でこんな感じでねグリップ似てますよね。ですから私はね握った感じはニコン F3 のねような感じでね、すごく気に入ってましてね。まあ、ただまあ普段はこのですねニコン純正のエクステンショングリップの、ね、ZF-GR1 というね、このアクセサリーをつけてますんでね、ちょっとこう握りがね変わってくるんですけどね、まあ、ただこれはね、ZF のですね下部ボディ下部を保護する、ね、こともできますし、あと、ね、このですねグリップが出っ張ってるからね、まあこれね持ちやすいっていうふうに、ね、言うとね、ちょっと万人向けではないかもしれませんが、ちょっとこのねグリップが深くなってですね、こう握りがしっかりするということ、そしてあとはですねこのサムグリップ、ね、この親指側のですねこのグリップもですねこうね金属でですねボディをね囲むようになってますんでね、こうすっぽりと、ですからまあカメラの保護にはちょうどいいですよね。でそれでねこのですね ZF なんですけど、このですね上のですね軍艦部はどうやらマグネシウム合金でできてるんだそうですね。それでですねまあこれですね撮影する時もね、そうでない時ももうほとんどねこう出かける時には持ち出したりとかしていたんですけど、まあ傷もですね、まあ極力もちろん傷がつかないように気をつけてはね、まあいるんですけどね、まあただまあそのまんまコンと置いたりとかするんで傷もねつくのかなっていうふうな状態で使ってきたんですけど、意外と塗装がですね思ったより強いようでしてね、でこの辺も擦れてはいるんですけどね、まだ擦れて塗装のねこう表皮というか、ね、表面部分が削れたりとかはまだしてませんね。であと真鍮でできてると言われているこのシャッタースピードダイヤル、ね、シャッタースピードダイヤル、そしてあと ISO、ね、設定ダイヤル、そして、ロスト補正ダイヤルね、これが真鍮でできてるんだそうですけど、まあ、これがですねこう使っていくうちにこの角のですね塗装が剥がれてくるんじゃないかなっていうふうにね思うんですけど、まあ、今はそんな感じではないですね。ただこのカメラはね、まあ、もちろんデジタルカメラですから基本性能もねどんどん刷新されていって、まあ、性能自体が古くなってしまうね恐れは当然あるんですけど、まあ当面ですね手放す気はないので、
まあ普通にですね、大事には使ってますけど、それなりにこうね、やれてきてもね、まあ、仕方がないのかなというふうに思って使ってるんですけど、意外と塗装は強い感じです。でそれでね、まあ噂のスペシャルエディションはね、まあ本当にね、出るかどうかわからないという話もね、前提でね、話をね進めていきますけれどもね、まあ、仮にスペシャルエディションって言ってね、まあ、真っ先に思い浮かぶのは皆さんどうですかね。私はね、この ZF がね、ブラックボディでしかね、発売されてませんよね。だからもしかするとスペシャルエディションっていうのは ZFC でですね、まあもうその出ていたね、シルバーエディション、シルバークロームモデルというかね、こう白、まあ、白いというかね、そういう風な塗装のねカメラが出るんじゃないかなっていう風にね、まあ、考えられますね。だからまあこの黒ボディの ZF の色違いが出るのかもしれないなと。で、あとは何でしょうね。こうネットでもね、どんなものなのかなっていうふうにね、軽く予想がね、してありましたけどね。あとは針側が新しいバージョンになるとかね。そういうようなところでしょうかね。まあ、それが大体まあ落ち着くところじゃないかなって気はします。で、ただね、今回そんなようなね、内容で、この赤山修チャンネルのね、その動画をね、終わらせたいというふうに思って始めたわけじゃないので、もうちょっとまあ首を突っ込んでですね、こう想像してみましょうね。まあ、こっから先はもう全てもう私のですね、もう想像というか妄想みたいなレベルなんでね、まあ話半分にね、聞いてやってください。まあこれはまあ実際実現することはね、不可能かもしれませんがね、私は、できればね、この ZF にね、縦グリップ、ね、バッテリーパックがつくようなものをですね、スペシャルエディションで出てきたらいいんじゃないかなっていうようなね、こともね、妄想でね、考えたりしてますね。と申しますのが、ね、このシャッターボタン、ね、このシャッターボタンは、ね、今このね、ソフトシャッターレリーズ AR11 がね、ZF についてますけど、これを緩めて撮りますよ。外しますね。で、外しましたらね、このシャッターボタンがね、まあ、見えてきます。で、シャッターボタンが、どうしてもね、ボディの、ね、真上じゃないですか。で、それで、まあ、Z6III などは、このグリップがしっかりしていて、グリップの上、この辺、今私の人差し指ぐらい、この辺のところにシャッターボタンがあるでしょ。で、そうするとね、やっぱり望遠レンズをね、使うときはもちろんですけどね、普段使いに、やっぱりシャッターボタンがここら辺にある方がね、すごく使いやすい場合も多いんですね。だからこのヘリテージデザインがね、好きで使ってるからといってもね、使いやすさが、まあ、万能というか、ベストだとは私は思っておりませんで。で、今ちょっとね、こう、実際具体的にね、皆さんにね、お見せできればよかったんですけどね、ニコンのね、この F3 にはね、MD4 というね、モータードライブがありました。まあ、ちょっとそれね、今持ってきましょう。ね。はい、ちょっとお待ちくださいね。はい、皆さんお待たせしました。ね。ニコン F3 のですね、モータードライブ、ね、MD4 は、このような形をしてますね。ね。ちょっと待ってよ。今ちょっとね、コーヒーを飲んだんでね、ね、濡れてますけどね。これはですね、はい。こんな形ですね。はい。それでですね、私がですね、この MD4 をですね、MD4、モータードライブで MD4 を持ってきた理由はですね、この形をね、ご覧ください。ね、この真上から見て。ね、まあ、例えば、ZF のね、シャッターボタン、ここじゃないですか。ここ。で、モータードライブ MD4 をつけるとね、このここにシャッターボタンがあるんですね。だから、まあ、仮に ZF のスペシャルエディションで、まあ、無理だとしても、仮に ZF2 があるならば、ね、例えば、Z6III とか、ね、まあ、Z9、Z8 などを使っているかのごとくですね、横位置でもね、このようなグリップがあって、シャッターボタンが、ここにね、ついてるものがあったら、皆さんよろしいと思いませんか？だからね、私ね、パワーバッテリーパックだからといって、縦位置ボタンがね、絶対なきゃいけないというふうにも思ってないんですよ。あくまでも ZF 用のパワーバッテリーパックであれば、このような、ね、ニコン F3 の MD4 のような形で、ね、このボディのシャッターボタンではなく、ね、パワーバッテリーパックの上にこのようなシャッターボタンがあるといいんじゃないかなと。で、そうすると、例えばね、極端な例ですけどね、
400の 2.8、 ね、400の 2.8 などをですね、使った時もね、いいんじゃないですか、でしょうかね。すごくね、面白いと思いますよ。そういうふうなものがね、実現したらね。やっぱりね、そういったね、ものがね、出てくるといいかなっていうふうに思って、皆さんにこの MD4 はお見せしたところですね。これ、ちなみにね、外してみますね。外してみると、ね、この F3 のボディと、ね、この、例えばこれがパワーバッテリーパックだとしたら、ね、この MD4 自体がこういうふうに離れるようになってます。それで、普段はこの形で ZF、ね、として使っていて、で、時折ですね、重たい望遠レンズをね、つけたりとかするような時にですね、このパワーバッテリーパックをですね、取り付けて、ね、この横位置の、このグリップ、せり出したグリップにですね、シャッターボタンがね、こうついている、ね、バッテリーパックがね、あったらね、面白いですよね。それとあとギミック的なものというか、見た目的に、これはね、ちょっと私がね、古いね、カメラ少年というか、昔ね、カメラ少年だったんですからね、そんな感覚で言うと、このような形がですね、かっこいいなというふうに思ったわけですよ。ですから、ただこの大きさ自体は、このね、MD4 の大きさは、F3 の倍の高さになります。だから、ここまでのね、大きさはいらないので、例えば ZF のね、パワーバッテリーパックだったら、もうちょっとこの下がですね、短い、このぐらいの形。でね、それで縦ボタンが欲しいなって人もね、どうしてもね、いらっしゃるでしょうから、ね、縦ボタンがついてると、なおさらね、こう一般的に、ファンも増えるんじゃないかなっていうふうにも考えられますけどね。そういうですね、オプションとしてのパワーバッテリーパックがね、ZF シリーズで使えるようになったら嬉しいなっていうような気がします。それはですね、私が長年ですね、ニコン F3 を使ってきましたのでね、そのように、もう ZF が出る前ぐらいからね、そんなオプションがあったら嬉しいなっていうふうに思ったところです。はい。それで、あとはね、そうですね。あとはチタンカラーかな。チタンカラー。ね。チタンカラーって言ってもね、どちらにしてもマグネシウム合金のね、こう、金属の上にね、塗装するというふうなね、ことになるんで、ね、本当にチタンで作るっていうのはなかなか難しいと思うんでね。チタン塗装ぐらいかなって感じしますけどね。ちょっとこれはニコン F3 チタンなんですけど、このチタンの、ただこれね、チタンの地金のね、色そのものではないようですね。チタンの地金の上に、それに、ほぼ似たようなね、色がね、上乗せしてね、塗装してあるみたいですね。でもこれは、チタンカラーモデルっていうふうにね、一般的に言われてるんですけどね。チタンカラーか、もしくはシルバークロームのですね、塗装がしてある、ZF が出てくると、いわゆる、一般的には、白ボディ、ね、シルバーのこと、白ボディって、私なんか呼んでますけど、白ボディファンの人にとって、待望のね、ZF になるんじゃないかなということで、シルバーモデルが出るかもしれないっていうところもね、期待すべきところじゃないですかね。でもやっぱり私はね、この MD4 ね、モータードライブ MD4 のようなですね、このせり出したグリップの上にシャッターボタンがあるですね、オプションのパワーバッテリーパックが、ね、ZF シリーズで、ZF シリーズにね、出てきたら嬉しいなっていうふうにね、いつも夢を見ています。ただなかなかね、こう、出てもね、売れなければね、いけないし、売れる見込みがなければ当然メーカーとしては作るね、予定も立たないでしょうからね。ただ今の時代ですね、フィルムカメラもちょっとこう見直されていたりするね、感じがするじゃないですか。で、そうするとね、やっぱりその、かつてのフィルムカメラのですね、イメージで言うと、ね、例えばね、ニコン F2 ね。これは F2 チタンなんですけどね。チタンでできてるんですけど。こういったチタン、特殊な金属ですよね。昔はカメラは真鍮製でしたからね。真鍮がチタンを採用した理由ってのは、チタンがですね、鉄より、ちょっとこれね、私ね、間違ってたらまたね、コメント欄でね、教えてくださいよ。チタンは鉄より、強いっていうか硬いんですかね。ね、でも、軽量だと。鋼鉄よりは軽量だというところで、一応これですね、上村直美さんが冒険に行かれるのにね、携行されるカメラとしてね、開発をされたらしいんですけど、そもそもの F2 チタンはね、
で、そういったですね、まあ、冒険家が使ってもですね、あの頑丈なカメラとして、まあ、作られたようなことを聞いてますけどね、まあ、そんなようなチタン、まあ、それはまああくまでもそういったあのこぼれ話がね、エピソードがあるので、まあ、カメラ少年の私としてはね、まあ、この F2 チタンなどにね憧れを持っていたんですけど、そういったチタンを使ったようなあのカメラが出るのが本当はね夢みたいな感じですけどね、まあ、この F2 チタンはどうしてもフィルムカメラなんで、ね、フィルム当然あのフィルムを入れないと写真は撮れません。 でも今の時代はフィルムがどうしてもね値段も高くなったし、あの現像もねあのしてあの、ね、遊ばないといけないということで、まあいろいろとねデジタルを、ね、こう気楽にね撮って楽しむというふうなね、あのそれと同じようなわけにいかないじゃないですか、ね、ニコン F2 とかを使った場合ね、まあ、だからそうするとその、ね、ZF のミラーレスカメラとして、ね、このフィルムカメラのこの質感、それとほぼ同じようなものがね出てくるとすれば、それはねあのやっぱり私は、まあ、ちょっと今の時代ではありえないかもしれませんがね、そういった思いがありますよね。そもそも、ニコン F3 などは先ほども申し上げましたように、このね表面のねこのカバーは黒塗装してありますけど、このね金属の地金がね真鍮なんですわ。で真鍮のカバーね、あのこう骨組みはですね、おそらくアルミダイキャストかな、まあ、ダイキャストでできていて、その外装をですね真鍮のカバーで覆っていて、でところどころねチタンのねカバーだったりします、あの機種によってはね。でこれは F3P なんでね、このファインダーのところがチタンカバーだったりするんですけどね、まあ、あくまでもチタンがねめちゃくちゃすごくいい金属というわけではなくて、まあ、あの、まあ、一つのですね、あの、まあ、そういった金属を使ってるよというところが、まあ、ニコンのステータスだったと思うんで、この F3 チタンなどもですねチタンモデルとして登場しました。まあ、実際これねちょっとあのカーンと当てたりとかしたことありますけどね、そんなにめちゃくちゃ強いものではないですね。でも確かにあの真鍮カバーの、ね、カメラよりはですね、あのショックを受けた時にですね潰れにくい、あのそういった経験はあるんで、まあやっぱ真鍮よりは強いんですけど、まあ実際これガーンとぶつけてですねへこまないわけではないです、ね、そこまでめちゃくちゃ強いものではないんですけどね。まあチタンはあの、まあ、おそらくその、そうですね、頑健なところというよりは、まあ、チタンの質感とかねそういったところがこう高級感をあの醸し出していて、それでねあのチタンモデルが特別にできたんじゃないかなっていうふうにね私はあの考えてますね。まあ、それでねあのまあちょっと脱線しましたけどね、じゃあなんでじゃあフィルムカメラをねこのようにね出してきたかというとね、まあ、もうちょっとね私の勝手な希望をねあのこう勝手に述べますよ。あの、まあ、今この ZF はねマグネシウム合金でできておりますから、まあ仮にスペシャルエディションが出るとしたら、ね、このブラックモデルだけではなくて、もしかしたらシルバーね、モデルが出るかもしれない。でひょっとしたらあのチタンカラーの塗装をされたモデルも出るかもしれないというところがですね、まあ、予想できるところなんですけど、ね、まあ、今回のその ZF のですねバリエーションとしては無理でしょうけど、今後もしもですねあのニコンでこの ZF のようなこういうですね衣装ねのカメラがあの、まあ、実際受け入れられているとすれば、実際 ZF が今市場に出てね、で仮にまあ ZF2 があるならば、これね、なかなかねちょっと現実と考えるとね難しいのでね、言葉にしていいものかどうかわからないんですけどね、できればこのマグネシウム合金ではなくて、ね、真鍮カバーとか、ね、チタンカバー、まあ無理かな今の時代ね、あのそういったカメラがこのミラーレスの Z マウントの、ね、カメラとして、ね、こう生まれたらいいなっていうふうに、ね、思うんです。それはね、あの今本当に私ね、あのフィルムで、ね、写真を、ね、撮って楽しんでるわけじゃないんで、ね、皆さんに笑われるとこかもしれませんが、ね、あのこう暇をね、あのまあ暇な時間があればこうやってフィルムカメラを手にするようなこともあるんですけど、あのこのような時代のカメラっていうのは、もちろんね、フィルムを入れたら写真が撮れるカメラです。実際の。おもちゃではありません。本物ですよね。で、ただ、今、まあ、私のように、現実的にはね、この ZF をですね、もう持ち出して、撮りたい時に撮りたいものを撮る。ね。まあ、当然撮らなくていい時は撮らない。ね。
まあそれもねカメラですよね。でただまあやっぱ撮ろうと思った時にこのフィルムだと、ね、フィルムカメラだとでフィルムをまずね36枚撮りのフィルムをまず予備も持って、ね、いなきゃいけない、ね、で必ず36枚という、ね、コマ数にも、ね、限りがありますよね。そういったことで、まあ、そういったその、まあ、スローライフな、ね、楽しみをするんだったらばこのフィルムカメラで遊ぶのもねもう断然面白いなっていうふうな、ね、意見もあるし私自身もそういうふうには思うんですけどやはりね本当に気楽に気軽にね撮りたいならばねやっぱ ZF のもんだなっていうような気がするんですよ。それはまあなんだかんだでね話が行ったり来たり してますけれどもねこのフィルムカメラを触った時にねそう思うわけですよ。写真を撮らない時でもね例えば今ねフィルム入ってませんねシャッターを切ってねこうやって動かしてシャッターダイヤルを動かしてねこう触って実際ねメカとしてこうやってね作動させてみてこれだけでもなんかねこうねそうですね例えが悪いかもしれませんが、うん、おもちゃ感覚なんですよね。こう楽しいですねおもちゃを触って動かして遊んでるような感じだからちょっとこれね写真家の皆さんにとってはもう本当にアホな話だと思いますよ。こんなカメラ触って遊んでるなんてね。でもねやっぱりそのカメラ趣味っていうのは写真の趣味と違ってですねやっぱりこうやってカメラのメカを眺めたり触ったりとかしていてですね楽しむようなものというふうなことも言えるわけですよ。でその場合にこの F2 チタンとかねニコン F3 ねチタンだとかですね私がかつてですね仕事にバリバリ使っていたこの F3P などもですね動かしていて楽しいんですよね。それはもう実際もう写真を撮るものとして考えてません今現時点では。これね本当に変な話だから誤解を招くかもしれませんがフィルム入れなかったら単なるねこう箱じゃないですかね。まあでもそのですね何もね写真をね生んでくれないような状態ですよこのフィルムを入れてないこのフィルムカメラは。でもこうやって触っていて眺めていてとても満足度の高いものなんですよ。だからどうしてもね今実際実務として、ね、デジタルカメラを使って当たり前だと私はね思っているんでそんなような時代になってじゃあなぜにこの F3 や、ね、ニコン F2 ねおよびニコン F3 チタンを手放すことができないのかっていうとねそういうねかつてのニコンのカメラのそうですねもう機械としての良さというかね工業製品としてのね美しさというか、ね、完成度の高さ、ね、そういったところがね実際その今でもねこう触ってみるとねやっぱりその部分がやっぱり良いんだなというふうにねもうすごくね思うわけですよね。だからそういうですねこういうですねかつてのニコンのカメラの良さというのを、まあ、今の現代の技術でねどこまでね蘇らせることができるかっていうのは分かんないしでもしかしたらでもね今の最新の技術でもって作ればですよ、ね、もしかしたらこの時代のものとまた違うですね一味違ったような面白いですね、例えば、うん、これもねそうですね表現するのにね語弊がありますね工芸品ねこう機械工芸品のようなねデジタルカメラ、ね、がもうそろそろねニコンからもね生まれてきてもいいんじゃないかなっていうふうにね私は思うわけですよ。まあ、それで引き合いね出すとねどうしてもねこうまあ名前が出てね来るというか名前をね思い浮かべてしまうのはライカですね。でライカの M 型のデジタルに関しては私もね実際買おうかなっていうふうに直接思わないと私もねあんまり調べないたちなんでねちょっと正確なことはわからないんでもしも間違ってたりとかしたらねまたコメントで教えていただきたいんですけどライカの M 型のデジタルはね私のね知る限りで言うと確か真鍮カバーもあったんじゃないかなって気がするんですよね今デジタルなのに、ね、それがだからライカのいいところというのはそういうですね昔のかつてのライカで当たり前だった高級感だとか その素材感というのを最新のデジタルカメラでもですね、ね、採用してですねで今までのですねやっぱり良さをですね引き継いでいるわけですよ。
で、そういったところにもね、やっぱりライカのファンの方のね、ハートをね、打つところがあるんじゃないでしょうかね。まあ、ただね、いろいろね、まあこう、まあ内部事情まではね、私もね、知りませんが、ニコンさんのね、まあちょっといろんなね、こう、お方の話を聞くとね、やっぱり、その、今のね、時代に、そういった真鍮カバーのものをね、作るとか、チタンカバーのものを作るっていうのはね、まあいろんな困難があると。いうことで実現がなかなか難しいという話もね、まあ聞いたりとかするんで、どうしても私もね、今日もね、夢みたいな話を語ってますけどね、こんな話をしてもね、結局実現しないんじゃないかなっていうのはね、こう、まあ何ですか、不安もね、当然、抱きながらの話なんですけど、ね。でもやっぱりね、このニコン F3 チタンとかね、この F2 チタンとかね、まあ F3P の真鍮のボディとかをね、触っているとね、この触り心地がね、やっぱり何とも言えないんですよね。でね、これね、どうしても動画ですからね、皆さんにこの画像でしかね、お見せできないんで、この触った感じってのをね、こう、うまくお伝えできないんですけど、ある程度言葉で言うならばですよ、ね、マグネシウム合金は、こう、触ってみると、ね、もちろんこの ZF というふうなね、カメラとして考えてくださいよ。まあ、しっかりと中身が詰まってる感じがするぐらいに、このカバー自体も、まあ厚みがあるような感じで、ね、あんまりね、中空間、中が空っぽみたいな感じはあんましないんですよね。こうやって触ってみてもね。ただね、この F3 チタンのね、ファインダーだとか、ね、F2 チタンのファインダーなどはね、まあ、こうやって叩いてみると、中がね、こう、空洞になってるんじゃないかなってぐらいに、このカバー自体が、あまり分厚くないっていう風なところもね、触ってみて分かるんですね。で、あとは、この骨組みのダイキャストはしっかりとできていて、で、ダイキャストの上のカバーをですね、このチタンのね、この軍艦部にしてるわけですけど、で、それもですね、こう触ってみた感じで、なんとなくね、中がどのような厚みなのかっていうのがね、感触で分かる。で、そういったね、金属の感触だとか、持った感じの感触とかね、そういった部分がですね、こう持った時にね、こう手に伝わってきてね、すごくね、こう、なんていうんですかね、まあ金属フェチの人だったらなおさらわかるかもしれませんが、やっぱりこのね、カメラの機械的な良さというだけでなくて、この金属感がめちゃくちゃいいんですよね。だからそういったところをね、こう、もしもですよ、中身が、ね、この F3 の中身が ZF だったら、とってもね、こう、撮らない時でも楽しめるなってカメラになると思うんですよね。で、もちろんカメラは写真を撮るための道具です。ね。別にね、カメラ、写真撮れなかったらもう意味がないですからね。だからまあ、写真を撮るための道具なのに、そんな質感などにこだわってどうするんだというふうなね、ご意見もあると思います。まあ、だからこっから先はですね、まあ、ね、こうなかなか賛同ね、できないね、お方はね、まあ、仕方がないなというふうに私もね、まあ思うところなんですけど、ね、ただカメラってこの道具としてですね、モチベーションが上がる機材ってあると思うんですよ。ね、でそうするとね、ZF がね、今の ZF が悪いわけじゃないですよ。十分にこれもね楽しいし、ね、これ見てください。ね、私がね今お見せしているフィルムカメラとね、ねほとんど変わらないような見た目じゃないですか。ね、裏蓋だってね、これ裏蓋で私はねあえて言いましょう。ね、このバリアング液晶だってね。ね、こういう風にね、ね、液晶をこうやってね、見せることもできる。ね、で、裏返して、ね、こう、革のね、こうね、外装でね、昔のフィルムカメラをね、彷彿させるようなね、こういうね、使い方もできるというところですごくね、考えてあると思うんです。ね。まあ、しかし、やっぱり、その外観で言うと、ね、この F2 チタンとか、F3 チタンにはですね、ね、また別のですね、持ち味が、あるわけですよ。だからね、まあ今日はね、スペシャルエディションってどうなのかしら、ね、もしも出るとしたら、だなんて話の中でね、話を進めてますけどね、まあそんなようなカメラが出たらいいんじゃないかなっていうことをね、まあ以前の動画でも喋ってましたんで、ね、コメントでもね、私もそんなようなカメラが欲しいですっていうね、ご意見もいただいたんですけどね。まああとまあ今日はちょっとあえてね、時間もね、もっと伸びちゃうんでお見せしませんけど、例えばニコン S 型距離計カメラ、ね、SP などのね、SP などのようなですね、この一眼レフとは違うですね、レンジファインダーのカメラのようなデザインでね、ZF シリーズが出るとね、いいんじゃないかなっていうようなね、
意見も言いましたけどね、まあ、それもね結構評判良かったですよ、ね、いろんなね多くの方に見ていただいてね、まあ、SP みたいなねこうデジタルが出たらねいいですねだなんてね賛同の意見もねたくさんいただきましたね。まあ、やっぱりカメラってねこうね撮るのが当然大切ね、やっぱり綺麗に撮ったりね簡単に撮れたりねそういったところも大事ですけどね、この道具としてのね見た目ね、あと持ち心地ね触り心地ね、あと操作性などもねやはりね重要なところなんじゃないかな。まあ、とにかくこの ZF はね私買ってよかった理由はですね、まずねこれもねちょっとね誤解もないかもな、ね写真を撮らない時でもね持ち歩いてて楽しいっていうふうに思いますね。Z9 とかはねそうは思わないんですよ。もちろん Z9 に趣味性がないとはね言いませんけどね、やっぱり私もこのフィルムカメラの大ファンで今でもね複数台家に残してるんですけど、まあ、こういうですねものを実際写真を撮らない今になっても手放せないっていうところの良さをね感じてる中で、ね、この ZF はね実用カメラとして実にね楽しいカメラです。まあ、だからね今日はねスペシャルエディションのねこう、まあ、出るかどうか分かんないのね噂話をね、まあ、ネタにしましたけれどもね、まあ、実際この ZF がねフルサイズでねこれね、まあ、今俯瞰撮影なんでホコリが入るかもしれませんけどね、もう私のものなので開けますよ、ね、このイメージセンサーがフルサイズ、ね、フルサイズで使えるねこのカメラだからねオールドレンズをつけても ねフルサイズそのままで使えるという良さがあってですね、まあ、今現実に私のこの手にね手元にあるわけでこの ZF はもうこれだけでも十分に満足をしてるんですけど、ね、ただまあ今後のですねニコンの新製品に期待するというところはですね、よりですね、もっともっとその質感にこだわったり、塗装にこだわったり、あとアクセサリーをですね、ね、この古いものだからね、あえてこのデザインでいいじゃないかっていうんじゃなくて、ね、この時代に遡って考えてですね、ね、じゃあなぜに、じゃあニコンの F3 に MD4 があったのか、ね、この MD4 があったのか、MD4 があったのかというところの中で皆さんにお話をしましたけどね、このねボディ本体だったらばねここにシャッターボタンがありますね、それがモータードライブをつけた時にはグリップがせり出してきてねより握りやすくなります。でより握りやすくなって望遠レンズなどをね手持ち撮影する時にねすごくねグリップがいいですからね縦位置撮影もしやすいですね、縦ボタンがなくても仮にね、すごくねこのシャッねカメラの、ね、このですね狭いところにシャッターボタンがあるとですねここをね押さないといけないのですから、大きな望遠レンズを構えたりするときはねこのグリップがせり出してるのがめちゃくちゃいいわけですよ。でそうするとね何度も何度も言ってね申し訳ないんですけど、ね、ZF のですね、まあ、これまあちょっとね今ね皆さんにご説明するのにこのエクステンショングリップが邪魔ですからね、エクステンショングリップを一回外しますね。でこれをねエクステンショングリップを外してね見ましょう。でここにですねシャッターボタンがあるわけですよ。でそれが MD4 をつけてね見た時にですよ、ね、グリップがね ZF の前に出てきたら絶対に、まあ絶対にって、まあ、言い切ってもいいのかな、ね、望遠レンズを使った時などに握りやすくなるわけです。これここね、いかがですか、この ZF に MD4 のようなこのシャッターボタンがついたらね、これはね絶対的にいいと思うんですよ。これね今これでもねめちゃくちゃいいですよ。これ今 ZF にね今仮にもう斜めだから完全ついてませんよ。今 MD4 をね取り付けてねこうやって握ってみてますけどすごくねいいですね。これだったら縦位置でもこれで OK、 私だったら縦ボタンにね切り替えずにそのまんま使いますね。であと動画撮影する時もねこのグリップがね意外といいんじゃないかしら。だからね、まあ、ZF のスペシャルエディションで無理だとしてもね、仮に ZF のね、2が出るとしたらね、このようなオプションがあるとね、いいと思いますね。で、あと電池が2つ入ったらいいじゃないですか。ね、そしたら、ね、ホットストアップも可能。ね。ね、EN、EL15C がね、2本入る。ね。
そんなようなね、パワー、ね、バッテリーグリップがあったら、やっぱりいいですね、これね、実際。上から見てくださいね。うん、こんな ZF があったらいいの。うん、これね、マジでね、今日もね、台本も何もなしなんでね、そのまんま生でやってますけどね。実際初めてね、MD4 つけてみましたけどね、こうやってね、まあ当ててみましたけどね。まあ、ただこの長さはいらないですね。この長さはいらない。もうちょっと低くてもいいね。うん。で、それでまあ、これもね、私 の個人的な意見なんでね、皆さんのね、ご意見も聞きたいところだとなんですけど、まあ、縦グリをつけて、この縦のこのグリップのところが太くなるっていうのもね、まあ、いいかもしれませんが、ね。まあ、極端に言うと、ね、この、まあ、ボディ単体よりは、ね、この MD4 を取り付けてですね、MD4 のこの半分ぐらいの大きさだったらいかがですか？ね、そんなね、ZF も出たらね、いいんじゃないかなってね、今私は想像してるところですね。まあ、だけどね、なかなか売れないとすればね、受注生産、またあと受注生産とかいうことになって、ね、オーダーした人じゃないだけしか買えないということになるとね、またある意味ね、変なね、こう、売れ方になっちゃって、殺到するかもしれませんが、ただまあ、受注生産で作ってもね、いいんじゃないかな。仮にね、数が出ないというね、ことであれば、受注をしてですね、こうね、欲しい人の分だけ、売ってくれるっていうふうなこともね、あってもいいんじゃないかな。いやだけどね、 ZF にね、 MD4 つけてみましたけど、初めてね、いいですね。うん、ここにシャッターボタンがあるんですよね。あ、それで今日はですね、もうそのようなね、話をしていてもね、どんどんね、こう何ですか、同じようなことの繰り返しみたいになってしまうんでね、でせっかくだから ZF にですね、私が普段から使っているね、アクセサリーをですね、もう一回こう皆さんにね、紹介させていただいて、今日はお別れしたいと思います。これね、このエクステンショングリップね、 ZFGR1 なんですけど、でこれはね、純正品でしてね、でこれね、結構好き好きでね、好みが分かれると思うんですけどね、スモールリグさんとかが出してるのはね、このこれ上から見てくださいね、この ZFGR1 は、このボディの前の部分。これは今 ZF をね、横に並べますよ。ね。これが重なるわけですから、ね、重なるね。で、これがボディの前の部分で、ね、握りの前の部分がせり出していますよね。こう、せり出していて。で、このですね、側面を金属で覆ってます。で、この後ろ、ね、親指がかかるところまでですね、金属で覆ってますんで、ここのですね、右のですね、側面を、完全に保護するような形になります。で、あとはもう当然この底面。ね。底面も全部金属ですからね。だからまあ、パンとね、どっか地面に置いても、このエクステンショングリップは傷がついてもね、ボディの底面には傷がつかない。というふうなね、保護目的にもなります。で、あとは、このですね、グリップの部分は、針側になってましたね。まあ、このツルツルの金属塗装だったらば滑りますけど、このある程度針側なんでね、こう滑りにくい構造にもなってますね。で、ただこの形自体がやっぱりね、賛否両論のようですね。だから買ってみたものの、やっぱりその、何かな、自分の、ね、感覚に合わなかったので手放しましたっていうのをね、まあ見ましたけどね。でも私はですね、まあこの形自体はめちゃくちゃ気に入ってるようなレベルではないんですけど、まあ、普段からですね、まあ、いろんなレンズとかもつけるじゃないですか。まあ、ただ仕事で使ってないんでね、あまり70-200とかをね、取り付けるようなことはないんですけどね。まあ、時折 50-1.2 などをね、持ち出してつけたりとかするときにね、ちょっと重たいレンズとか大きめのレンズのときに、このエクステンショングリップはいいと思います。で、それとあとね、アルカスイスの、このね、プレートに底面がなってましてね。アルカスイスのね、互換雲台。ね。それにですね、こう取り付けが可能なんで。ね。まあ、仮にまあ、サブカメラで、ね、学校写真などのですね、ね、仕事に持っていくときはですね、このエクステンショングリップをつけっぱなしにしとくとですね、その時に、アルカスイスの互換雲台を、ね、取り付けてある三脚を持っていった場合にはですね、そのまま使えると。
というところがね、このエクステンショングリップのいいところですね。ちなみにあのスモールリグさんのね、このエクステンショングリップもね、同じようにアルカスイスの互換のねプレートになってますんでね、使えますよ。まあ、単に大きく違うのはね、スモールリグさんとこの純正の違いはですね、サムグリップ、この後ろをですね包み込むここの金属があるのかないのかっていう違いもあります。でスモールリグさんのはね、後ろをね包み込むあの金属のカバーはないと思いますね。でもそのグリップはですね、せり出しているのはね同じような形なんですけど、確かゴム製だったような気がするな、スモールリグは。だからよりですね滑りにくい感じはしますよね、スモールリグはね。まあちょっと私もね本物を見たことがないんで、あの想像で物を言ってるんでね、ちょっと間違ってるかもしれませんけどね。ただスモールリグさんのこのエクステンショングリップに関してはですね、販売価格も結構安いですね。だから値段はですね、ネットでお調べになってですね、でお好きな方をね選んでいただければね、この ZF がねより握りやすくなると思います。でこのような感じで、それでちょっとこの純正のですね ZF-GR1 についてのねちょっとしたアドバイスなんですね。でこのですね ZF-GR1 をですね取り付けた場合にね、こう使ってるうちに緩んじゃったと、このこれね手締めができるの、手で締めれるのね、これね、ここね、手締めができるんですけど、どうやらね使っていくうちに緩んでしまったって声もねネットで拾ったんですよ。で私もこのですね ZF-GR1 を使っていてですね、こう何もねほとんど何もそんなショックも与えてないし、そんなガタ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 ね動かしてるわけじゃないんですよ。なんかね使ってるうちに緩んでくるっていうことが生じたんで、その場合なんですけど、まあ、これね皆さん気をつけてくださいね。今から言うことはね一つのアドバイスなんですけど、必ず力は加減しないといけないという難しさはありますよ。まあ難しいっていうかね、ちょっと気をつけないといけないんですけど、この手締めするところを見てください。この真ん中が六角レンチのね穴がありますよね。でそれでこのですね六角レンチの穴にですね適した六角レンチでですね締めることができますからね、この手締めよりねちょっと強く締めることが可能なんですよね。でそれをねこの六角レンチで締めることによって、この緩みがですね簡単には起きなくなります。でだから私はね今ね皆さんにご説明したりとかするためにね手締めできるように六角レンチを使って締めてないんですけどね、まあ、今手締めでね緩くこうね簡単に緩むようにしてあるんですけど、やっぱこれね実際に使うときはね六角レンチでねもっとがっちり止めた方がねいいと思います。その代わりね念のためにもう一回言っておきますけどね、あんまり締めすぎちゃったら壊す可能性があるんでね、カメラ本体を。だからそこら辺はね加減をしてくださいよ。気をつけて、ね、六角レンチで締めていただくと、このエクステンショングリップ ZF-GR1 がね緩まないようになると思います。でそれともう一つね、こちらにね小さいもの、これずっとね映ってましたけどね、お分かりですか ねソフトシャッターレリーズ AR11、ね、これをねここにねじ込んでですね、このシャッターボタンにねじ込んで、まあ、そのまま今シャッターボタン見てください、この高さね。でこれをソフトシャッターレリーズ AR11 をですねネジ止めして、ネジ締めして、ね、このぐらい傘が上がります。でそれでシャッターボタンが押しやすくなります。まあ押しやすくなるというかね、このボタンの高さが高くなるので、ね、より飛び出してくるんでね、こうまあある意味押しやすいという代物です。これはソフトシャッターレリーズ AR11 といってですね、デジタル一眼レフのね、こうデジタルねフィルムカメラのような佇まいのカメラがね、もう随分前に発売されたんですけどね、そのニコン DF ニコン DF というデジタル一眼レフが発売されたんですけど、ニコン DF が発売された後にですねこの AR11 は発売されたアクセサリーで、ね、ニコン DF にもねこのシャッターボタンの上から見た時にですねこのネジ切りがあるんですよね。でこのネジ切りの穴にですねこう差し込んでネジ止めしてですね使うものですね。これがソフトシャッターレリーズ AR11。 これは今ね Amazon でも売ってますしね、で、まあ、メーカーもね在庫があると思いますんでね、これはどこでも買えると思いますんでね、これぜひね ZF に使ってください。でただねこれね今ねこれから先にねちょっとねこれから後で紹介するものはね今ね廃盤になってるんでね、皆さんにお見せしても仕方がないかなっていうふうにね思うものなんですけどね、銀一さん、プロ用のカメラショップ、用品ショップの銀一さんが出している
今この F3 チタンについてますけどね、このソフトシャッターレディースがなかなかいいんですよ。これはね、銀一のね、G ボタンというボタンです。これね、見てください。こんだけ薄いんですよ。ね、これはね、ライカの M 型用とかにね、開発されたものなんですけどね。ね、これは私もね、前からね、ライカの M6 もね、何台か持ってたんでね、ライカに使ったりとかしてたり、あと F3 につけたりね、とかして、複数個。今でも。これ F3P。ね、F3P のシャッターボタンをね、普通の F3 の、ね、部品にか、ね、改造してるんですけど、ね、ここで、ね、レリーズ穴があるんで、そこにですね、G ボタンをね、取り付けて使っております。ね。こういうですね、あの、アクセサリーがありましてですね。もしも仮にですね、まあ、メルカリだとかね、ネットで、あの中古のものがね、あれば、ぜひね、この G ボタンもね、頭に入れといていただくとね、いいと思うし。で、あとね、あの、ただ、G ボタンとそっくりのものがなかなかね、私もね、ネットで調べてみてね、なかったんですけどね、この G ボタンのいいところはね、これね、皆さんちょっとお見せしとこう。ちょっと小さいものなんで、ピントが合うかどうかわからないな。これね、このぐらい薄いんですよね。この皿の部分が。ね。それで、あの、AR11 はね、分厚いんですよね。比べると。この G ボタンと比べると。こんだけね。だから、ね、これをですね、この G ボタンを、この ZF に取り付けるとね、どのようになるかというと、このシャッターダイヤルよりね、背が低いんですわ。ほら、ご覧の通り。ね。それで、AR11 はね、シャッターダイヤルよりね、高さが高くなっちゃうんですよね。ボタンが。だからちょっと そこら辺が、あの ZF のね、専用という風にはね、ちょっと言い切れないなっていう風に私は、あの、本音では思ってます。これね。まあでもまあ、ニコンもね、あの、ニコン DF を作った時のね、在庫がいっぱい余ってるんでしょうからね。やっぱり、今回このですね、やっぱり ZF 用として AR11 はね、おすすめのね、一品になってると思うんですけどね。まあでもまあ、廃盤になったけれども、この G ボタンというボタンもね、なかなかのいいものですよ。まあでもまあ、これね、私ね、AR11 はね、これね、表面がね、これ上の表面が、ね、これはね、高級万年筆に使われてる素材、ね、使われてる素材だそうでしてね。これね、あの、こう、使っていくうちにね、まあ、プラスチックのような感じのね、素材なんですけど、だんだんね、色が褪せてくるんですよね。これ、あの、新品で買った時はね、もっとツヤツヤですよ。光沢ですけどね。今、随分これね、使い込んだ AR11 なんでね、このような感じで、ツヤ消しになってきますんでね。こう、使っていくうちにですね、不具合が変わってくるというところもですね、自分が使ったんだなっていうね、思い出がこう、刻まれるような感じで、いいと思います。まあ、だからまあ実際ね、今ね、この G ボタンね、売ってないもの言ってね、紹介しても仕方ないんでね。やっぱりまあ基本的にはこの AR11 をね、お使いになってください。これはね、あの本当に、こうね、あるかないかではね、またね違うんですよね。だからまずね、エクステンショングリップの ZF-GR1、そしてソフトシャッターレリーズの AR11 を今ご紹介しましたけど、あとね、最後にね、これはね、私のね、超個人的なね、あの、こう、好みの話なんでね。これも、好みが分かれるんで、もしもよろしければっていうことでね、お聞き願いたいのはね、あの、2点ありましてね。で、このですね、ストラップです。これは、ニコン Z30 とか Z50 に今現在付属しているストラップなんだそうです。で、これは、私はね、Z30 を買った時はね、このストラップじゃないものがと、ね、あの、こう、Z っていう、ニコン Z っていうふうにね、あの、イニシャルというか、刺繍があるタイプだったんで、違うものが付属してたんですけど、これはね、わざわざね、別売りで買ったものなんですけどね。ANDC29。ANDC29 というね、ストラップです。で、これね、太さがね、細紐なんでね、この ZF にね、いいんですよ。これね。で、特に、このニコンのロゴで、Z マーク、ね、が入っていないので、ね、まあ、ニコン F3 などにつけてもね、いいんですよね。で、これね、あの、本当にこれ私のね、変態っぷりのね、マニアの話を聞いてください。で、このね、ANDC29 のいいところっていうのは、この太紐部分と細紐部分をつなぐ、私は勝手にこの、ここのことを留め側って言ってますけどね。留め側。ね、留め側の刺繍が
プロストランプと同じね、止め方、バータック。ね、こう縫い目がそうなってましてね。これね、この縫い方というのはね、古くからプロストラップでね、使われて、採用されていたね、ところで。まあもちろんプロストラップ以外にもですね、一般販売されたですね、上質なニコンのストラップいっぱいありますんでね。それもこれとね、同じようなバータックなんですけどね。こういうですね、留め革もしっかりしていて、付属品の割にはね、すごくね、上質なんですよ。これ。もちろん Z のね、イニシャルが入ったものもね、同じような素材だったんで、その Z のイニシャルが入ってるものが劣るわけじゃないです。で、ただね、ニコン Z6 とか Z7 に最初に付属していたね、黄色いストラップがあるんですけどね、それよりはね、断然こっちが上質ですね。もうこれ私ニコンの社員じゃないんでね、ユーザーとして本音をはっきり言いますけどね。今のこのニコン Z に付属しているこのストラップはね、かなり上質です。で、この細紐部分もね、腰が柔らかくて、ニコン巻きがとてもしやすい。とてもいい感じです。まあ、ただこれね、何を言うと、どうしてもこれね、今、何かな、昔の素材の柔らかいね、裏地が使えないんで仕方がないんですけどね、ちょっとね、新品のうちはね、少しね、ここのね、幅広部分の裏地の、硬さがね、このあんま柔らかくないんですね、これね。まあ、だから使ってるうちにね、ある程度柔らかくなると思うんですけど、ちょっと新品のうちはね、ちょっとゴワゴワ感はあるっていうのがね、ちょっと残念なところですけど、まあでもこの今の時代、この素材を使うしかないんで、この裏地にね、まあ仕方がないところですね。で、このストラップ、ANDC29、これはね、おすすめです、これは。で、これね、ちなみに、この ZF だからね、この大きさ、この太さがね、いいというふうにね、まあ一概に言えないっていうところがあって、もしもこの ZF 自体が多少重たいなというふうに思われる方は、この ANDC29 より、一回り太い同じデザイン。このね、真ん中にレモンイエローのスラッシュラインがね、2本開いた、ね。同じようなストラップがですね、あと2種類あります。まあ、順番に言うと一番細いのは ANDC29。ね、これです。で、これよりちょっと太いのは Z8 とか Z6-2 にね、今現在付属してるんですけど、ANDC26。ね、26です。で、それがですね、ちょっとこの ZF が重たいなっていう人にとってはおすすめかな。私はまあ一応このね、大きさ、サイズ感で言って、このね、ANDC29 を選んでますけどね。で、もっと太めがいいって人は、このですね、同じデザインで ANDC28 というのがあります。で、それはですね、全くこれとね、ほぼ同じデザインで、ね、もうシリーズみたいな感じで、ね、3種類あるんですけど、その ANDC28 は、ね、ニコン Z9 に付属しているストラップです。その3種類が太さで選べますんでね。ぜひ調べてもらって、ね、このデザインシンプルでかっこいいと思うんでね。ね、この黒で。ね、このレモンイエローはニコンのコーポレートカラーですからね。ね、これぜひ。で、それともう一つね、もう一点。ね、これはね、ナオコさんがね、すごく気に入ってるストラップなんですよ。で、これはね、以前ね、別の動画でも紹介したんですけどね。まあこれ、今ニコン F、ね、ニコン F についてますけど、ね。この黄色いストラップをご覧ください。これね、古いニコンファンの方はね、あ、俺これ知ってるよ。古いな、古いよね、つってね。これね、見覚えがね、ある方もね、多いと思うんです。これはね、AN4Y という細紐タイプ。ね、網紐製なんですけどね。これね、直子さんがね、Z8 を普段使うときは、ね、仕事上ね、ストラップはね、彼女はほとんどつけないんですよ、普段ね。で、ところが、たまに、こう、手持ちでね、スナップだけの仕事があったりするときはね、Z8 に、この AN4Y を取り付けてね、使ってるんですけど、すごくね、お気に入りのストラップなんだそうです。これね。これ私もね、これ近年ね、3本か4本買ったんですよ。サインにいるときに。で、それはね、なんで買ったかっていうと、F2 チタンとか F3P とかにね、つけて使いたいなと思って買ったんですね。で、普段は、幅広のね、ワイドストラップを仕事で使うことが多いんで、まあ、これはね、Z9 とかにはちょっと細すぎるなっていうふうに思ってですね、普段使いはしてなかったんですけど、ね、まあ、今、ニコン F についてますけど、このようなニコン F のような形。ね、特に今この ZF もね、今横に並んでるじゃないですか。ね、同じような大きさですよね。ZF にこの AN4Y をつけてもね、
かなりね、これおすすめのねストラップだと思います。でこれはね、そんなことね言うだけじゃね、別にそんなもん分かってるよっつってね話ですよ、ですよね。でね、せっかくだからもうちょっとね掘り探ってね、この AN の4枚の良さをねお伝えするならばね、この腰の柔らかさなんですよ。これすごいしなやかなんですよね。それでね、この AN の4枚はね、ちょっと前の動画でね正確に調べたね年数はねちょっと言ってるんですけどね、今ちょっと私ね、間違ったこと言うかもしれません、うろ覚えで。これ1974年から1975年から発売されてるストラップなんですね、これね。でこれ長年ロングセラーで売られていて、その出た当時はね、ここのアジャスターが金属製だったんですよ。シルバーの、ね、塗装がしてない、ね、金属製ステンレスので、ニコンっていうね、こう刻印がある。でそれが今デジタル時代になったので、ね、カメラボディに傷をつけちゃいけないということで、この金具からこのプラスチック製のアジャスターに変わりました。だから昔のね、A の4枚はね、お持ちの方はね、これぜひご覧ください。これ今ね、これが付属ですからね。このニコンのね、このね、浮き文字もありますよね。ね。で、それでね、アジャスターがプラスチック製になった。そしてあとね、この裏地がね、昔はね、ちょっとこれと違う素材だったんですよね。今はね、なんでしょうね、これね、ゴムではないかもしれんけどね、なんかゴムのような感じの滑り止め。になってまして、これがちょっと分厚いんですけど柔らかいんですよね。だからね、なんかね、これはね、ANDC29 お見せしましたけど、これとほぼ同じ素材だと思うんですけど、なんかね、なんかこう、なぜかね、 AN4Y の方が柔らかい感じですね、分厚いのにね。まあこれ気のせいかもしれませんけどね。ただ同じような素材でできてるようには見えますけれどもね、なぜかANDC29 の方がね、硬い感じがしますね。だからそういったことでね、ストラップの話だけで何分も話しても仕方がないんですけど、でもこのね、AN4Y は、改めてね、こうやってね、触ってみてね、いいなと思うし、本当に長年売られていたけど、どんどん改良されていてね、より上質になったなと。まあ、ただこれ使い込んでるのね、ほら、毛羽立ってるでしょ。でもこれはね、毛羽立っていてもね、そう簡単に切れるもんではありません。ね。で、そしてね、これね、文章で書くならばということの言葉なんですけど、特筆すべき点、ね、はニコンのロゴマークはどこにもないでしょ。ほらね、このアジャスターにニコンってね、ありますけどね、その他ね、どこ探してもニコンの文字がない。だからシンプルなストラップがお好きな方にはね、これはね、おすすめなんですよね。だから AN4Y、 これね、一つ覚えててください。これ、ね、直子さんおすすめのストラップです。でね、せっかくだからね、もう一つ、ね、AN4Y の兄弟分があります。これはね、たまたまね、最近ね、ニコン F2 チタンにね、つけてね、使ってますんでね、お見せしましょうね。でこれはね、 AN4Y の色違いなんですけど、 AN4B はブラックの B ですね。これもね、ほぼ同じね、ほぼ同じね、太さで長さです。で、裏地もね、同じです。AN4Y と。ただね、これなんですけどね、まあ、本当に個体差、ロットの違いなのかもしれませんけど、ちょっとね、今、うちにあるこの AN4Y よりね、まあ、これ全体が細紐というかね、こう、細紐部分というか、もう、この先、先端部分がね、ちょっと硬いんですよね。なんかね。これ、素材の違いがあるのかどうか、ね、わかりませんけどね。ロットの。あくまでもロットの問題かもしれませんが。ちょっとそういったことで、今うちにあるもので言うと AN4Y の方がよりしなやかな感じがしますね。これ直子さんもね、そのように言ってましたね。でも実際このね、 AN4B はうちにね、2本今でも残ってるんですけど、これはね、ニコン F2 チタンとかね、につけてもいいので、まあ、ここら辺のですね、細紐部分、ね、細紐タイプのこの AN4B と AN4Y に関しては、ZF にね、お使いになってもいいかもしれませんね。ということでね、ストラップの話でね、ずいぶん長くなりましたけどね。ね。やっぱりこう、まあ、ZF にね、どんなような、ね、ストラップを取り付けるのか。ね。どんなようなアクセサリーをね、使ってみようか。っていうふうにね、やっぱりこう考えるだけでも楽しいですよね。でも今日はね、いろいろとね、フィルムカメラとかにね、こう、脱線したね、話。ね。で、改めて ZF に絡めて、ね、話をしましたけどね。
まあだけど本当にこの ZF はね出てよかったですね。うん、まあ欲を言ったらね、あの本当にこのグリップのところにねシャッターボタンがあるようなねバッテリーグリップがあればね、なおさら使い勝手としてはねよりですね幅広い撮影に、使いやすくなるんじゃないかなというふうに思われますけど、ね、でもこのですね昔のですねニコンのフィルムカメラ、ね、と同じような、ね、感じのデザインで、ね、最新のミラーレスデジタルカメラをですね仕上げたニコンにはですねあの拍手を送りたいと思います。本当にね良かった。そしてねこのですね赤山修チャンネルのね ZF の動画に関してはね、まあ、何本も出してますけどね、あのこう結果的に最初ね別にそのめちゃくちゃね視聴回数が伸びるものでもないんですよ。でも ZF はねなぜかしらねあのご覧になっていただける方がねあの意外と多いんですよね。多いものなんかはね、私なんかのね動画なんかはねもうせいぜいそうですね、まあ、5000回も行けばね上々だなっていうふうに思うことが多いんですけどね、2万回とかを超えてるね ZF の動画もありますね。本当にねあのいつも皆さんありがとうございます。でそれでねあとねこれはね冒頭にねね皆さんに申し上げるべきだったと思うんですけど、普段からね私の動画をご覧になっていただいてもう多くの方にねやっぱりこういろんなご意見をいただいてます。でねやっぱり私がね間違ったことをねご教示いただいたりね、私の先輩方ですよね、私の知らない例えばニコン F の話をしてですね知らないこともいっぱいあります。でそれをですねいやこの時はこうだったんだよとかね、例えばこのモータードライブはねこうだったんだよとかいうこともね、私の知らないことをねやっぱ教えてくださるね大先輩方もね、まあ、このですね赤山修チャンネルをご覧になっていただいてまして本当に嬉しいんですよね。で私もね私がね知ってることをね知ってるその知識をねこれでどうだこれがすごいだろうだなんてね思ってねこの動画をね作ってるわけではございません。どうしてもね私もねこう間違って覚えてきたこともね当然あるでしょうしね、で例えば勘違いして使っていたねアクセサリーもあるかもしれませんしね、ね、だからそういったこともありますからね、どうしてもそのニコンの歴史が長い中でねいろんなねこう多くのね多くのニコンファンの方がねご覧になっていただいている上でですね本当に私の知らないことをですね教えていただいたりね本当にいつもありがとうございます。今日もですね ZF に関してですね私の勝手な思いをねいろいろと申し上げましたけどね、やっぱりこれからもねニコンにはこのニコン ZF のようなね楽しいカメラね、こう撮影するときはもちろん楽しいですよ、撮影一番楽しい。でもカメラね撮影しないときにこうやってですね触って眺めているだけでもねやっぱり楽しいね、こう握って楽しい、触って楽しい、動かして楽しい、ね、それがニコン ZF だと思います。で特にねあの ZFC をね私に手放しちゃったんでね、本当になんか ZFC がいいですよだなんて言ってもねリップサービスにしかなりませんが、ね、でも ZFC だってねこれとねほぼ変わらないような佇まいでね楽しめるカメラで、さらに ZF より小型なんで ね ZFC もね楽しいカメラだと思います。ね、まあ、ただ私はね、どうしてもその好みから言ったらですねこのフルサイズセンサーが載っている、ね、ZF がオールドレンズをですね例えば 35mm をね 35mm のまんまの画角で使える、ね、そういった ZF がねやっぱ撮影する上でも楽しいですよね。でも果たして、ね、ニコン、ね、噂の、ね、ZF スペシャルエディションですけどね本当に出るんでしょうか、ね、私もね何にもね聞いてないし何も知らないからね今日は勝手な妄想をね色々とねさせてもらいましたけどね。まあだけど本当に ZF もね出てねもう1年がね1年を迎えます。今年の年末にね、まあ、年末というかねこれから1年を、ね、迎えようとしますけど、そのですね、まあ、1周年記念みたいな感じでねひょっとしたら何かこうプレゼントがニコンからあるのかもしれません。ね、本当に皆さんもしもねこんな ZF が出たらいいなだなんていうねご意見がありましたらぜひコメントでいただければと思います。それでは今日もですね赤山修チャンネルを、ね、長時間ご覧になっていただきまして本当にありがとうございました。それではまた失礼します。今日もニコン、明日もニコン、昨日もニコンでした、明後日もニコンです。